今日は指板の音、フレットの音を覚える合理的な4つのシステムについて話をしていこうかと思います。2022年、2023年年末年始企画第8弾として話をしていきます。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけど、冒頭にも話しましたように、毎日投稿ということでね、2022年、2023年年末年始企画ということでやってきております。10回ぐらいをね、めどにやろうかと思っておりますけど、今日は8段目ということでね、このね、流れの中では結構佳境に迎えてきたんじゃないかなというふうに思います。で、これまでにもいろんな話をしてきたんですけど、今日どんな話をしようかというと、冒頭にもね、これ話した通りなんですけど、指板の音を知っている、覚えているというのは、やっぱりね、ベースを演奏していく上で、まあ最低限と言っちゃちょっとね、大げさかもしれないですけど、非常に重要なものになります。音楽というのは物理的に2つの要素で僕はできていると思ってますけども、1つは音程ということになります。音の高さですね。で、それを司っているところっていうのが指板のところですね。指板の中にドレミアソラシドという音がありますので、普段タブ譜とかなんかをね、使われている方だったりすると、ドレミアソラシドだったり CDEFG、ABC というのを意識できてない方も多いと思います。その辺とかの話もね、どうしてやるのかっていうのも1回目とかに話しましたので、上に上げときますので、よかったら見てみてください。で、まあ具体的に指板の音を覚えていくんですけども、今回ね、まあ4つのシステムということを話しましたけど、4つの法則的な話をしていきます。それを知ることによって、これまで覚えてきたローポジションですね、低い音のものを発展させて指板の音全部を探せれるようになります。今回のことが身につくと、指板の音全部ご自身で探せれるようになりますので、ただね、もちろんローポジションのものが分かってないと発展しにくいですので、なので、もしね、ローポジションもまだ怪しいよとか、今日この動画初めて見たよという方いらっしゃいましたら、ローポジションのやつもね、上にちょっとね、今回のシリーズのものを上げときますので、よかったら合わせて見てみてください。よろしくお願いします。そして、これまでにもね、この手の音を探したりとか、まあ具体的に指板の音を覚えたりとか、まあ覚えた後もね、まあちょっと覚えたからすぐ使えるというわけでもないかもわかんないので、よりね、どうやって強固にしていくのかっていうね、指板の音を覚えていくだったり、トレーニングしていく方法、まあ譜面を読んでったりする練習方法っていうのもこれまでにたくさん話をしてますので、音を知るという再生リストを作ってますので、それも上に上げとくので、関連しているものですので、もしよかったらね、合わせて見て、練習していただけると、まあ、1月2月あると指板の音を結構しっかり覚えられるんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。そんな感じで、このチャンネルはね、今回は初心者さん向けということでやってきてますけども、これまでにですと非常に難しい内容だったりとか、音楽理論だったり、僕ジャズ屋でもありますので、ジャズのアドリブの話とかもいろいろしてきております。もしね、よかったら、チャンネルの深いところにね、再生リストというのがありますので、そこから入っていただくとね、いろいろ見れると思いますので、興味があるところから見ていってもらえると嬉しいなと思います。お役に立てるところ何かあると思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで、今日もしね、初めて見られている方とか、チャンネル登録まだお済みでない方、いらっしゃいましたら、何卒、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか、思っていただけた方、合わせてグッドボタンも、何卒よろしくお願いいたします。では、今日も早速行ってみたいなと思います。どうぞ。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからは具体的に楽器を持ってね、解説していこうかと思います。このシリーズではね、ずっと使ってます。1960年製のフェンダージャズベースということでね、一番使われている方が多いんじゃないかなという楽器を使って、話をしております。非常にね、いい音をしているので、気に入っております。というわけでね、今日もこれでね、やっていこうかなというふうに思ってます。でね、まずね、これまでにもね、話した内容を3フレットまでのね、音をしっかり覚えて、ここまで、ここからね、今日の話を迎えてもらいたいなと思いますので、ちょっとだけその辺の話をします。いつものね、資料をこちらに出したいなと思います。出してみます。ほい。出てきました。これがね、3フレットまでの音を覚える資料ということで、まあ、これはまずね、音が書いてあるようなものになりますけども、これを単純ににらめっこして覚えてもらうわけではなく、このね、音を覚えてもらうときにも話しましたけど、音がね、指板の音がわかるだけではなく、平音記号が読めれる、ある程度ね、ちょっとは読めれるようになってもらいたいっていうのもありますし、平音記号が何の音であるか、
ていうのももちろんね、言えないと弾けませんので、そして指板の音が分かっている。この3つのところをね、きちんと平等に育てていくことによって、音が使いやすいですよという話も、まあ2回か3回かぐらい前に話してますので、もしね、まだ見てない人はね、ぜひね、そちらを見てから、こちらに戻ってきてもらえるといいかなと思います。もしくは今日の動画を見ていただいた後に、ね、見てもらってもいいと思いますので、よろしくお願いします。それが分かっているのを前提で、今日は話をしていきます。ではね、早速出し惜しみをせずに、4つのシステム、4つの法則について話をしていきます。ババッと話をしていきます。まず1つ目、5フレットの法則。5フレットの音というのは、1つ上の弦の開放弦と全く同じ音である。ということになります。これどういうことなのかというと、まあ、5フレットって皆さんあると思うんですけども、まあ、こことかこことかこことかなんですけども、この音が1個上の弦の開放弦と全く同じ音であるということになります。で、1個上というと、まあ、こっちの方のように視覚的には見えますけども、こっちの弦ですね。しかし今回の上というのは、音程の上のことを表してますので、視覚とは逆になります。こっちになります。ちょっとベースが難しいのは、このように構えると、指板のね、フレットの方もこっちの方が低いですし、こっちの方が高くなります。音程的には。視覚的にはこっちの方が伸びててますし、こっちの方が低くなっててますし、音の弦のね、太さによって、もうこっちの方が低くなってるように見えますし、こっちの方が高くなってるように見えますけど、音程的にはこっちの方が低いですし、こっちの方が高くなっててます。まあ、つまり視覚と真逆になってますので、まあ、その辺っていうのはね、ちょっと意識して、体調ね、ちょっとこんがらがりやすいですけども、慣れていってください。で、そうするとどうなるのかっていうと、例えばここの音。A 弦の5フレット。この音何ですかと言ったら、1個上の弦の開放弦と同じってことになります。つまりこれ何かと言ったら、D の音になります。ということですね。そうすると、皆さん考えてみてください。D 弦の5フレット。ここですね。これ何の音ですかと。お答えください。こちらは G の音になります。同じですね。これもしね、間違って A って言っちゃった方は、その上下のことが、こんがらがってる方が多いと思いますので、そこら辺をね、ちょっと意識して、練習してみてください。で、そうそうもちろんね、E 弦の5フレットは A の音になります。そして、G 弦の5フレットっていうのは1個上の弦がないので、ここではまだわかんないかなと思います。では、次の話をしていきます。7フレットの法則。ということで、7フレットの法則の話をしていこうかと思うんですけど、7フレットの音というのは、1個下の弦、こちらですね。1個下の弦の開放弦とオクターブで同じ。ということになります。実際弾いてみます。このような感じになります。つまり、A 弦の7フレットだと、1オクターブ下にはなりますけども、E の音になるということになります。で、ここで面白いのが、5フレットの法則の場合っていうのは全く同じ音だったわけですよね。しかし、7フレットは1オクターブ違うんですよ。1オクターブ違うっていうのはつまりどういうことかって言ったら、ドレミファソラシドのドとドの違いはあるんです。なので、例えば平音記号なんかが出てきて、そのまま読み替えをしようと思うと、5フレットだったら置き換えれるわけですよね。平音記号のど真ん中の線に D の音あったと思いますけども、この開放弦って今まで弾いてましたけど、ここの A 弦5フレットの音でも弾けたわけです。しかし、いや、一番下についてる下線の E の音を弾こうと思うと、この A 弦7フレットでは1オクターブ違うので、それは弾き替えはできないわけですよね。そういう注意点はあるんですけども、でも実際に音を探す、同じ E の音だったり A の音だったりっていうのは探すことができますので、指板の音を探していくという意味では、すごく有意義なものになります。さらに、この先ね、どんどんいろいろ弾いてって、コード譜で弾けるというふうな話もたくさんしてますけども、そのような練習に取り組んでもらいたいんですけど、例えば Em とか E7 とかあった時に、どっちの E も使える可能性があるってことですね。開放弦ももちろん使えますし、この A 弦7フレットとか使える可能性も非常にあるということになります。なので、そこら辺はね、まあ、音探しは特に有効に使えれるので、まあ、覚えて使ってもらえるといいかなと思います。ちなみにですけども、1個聞きたいなと思います。D 弦の7フレット。この音なんですか？そうですね。A の音になります。そして、G 弦7フレットがこれが D の音になるという感じになります。E 弦の5フレットっていうのは、7フレットっていうのはまだ低い弦がね、ないので、もしかしたらわかんないかなと。わかる人もいるかもわかんないですけど、一応この法則からはわかんないかなと思います。そしてここで一つ気がついていただきたいのが、今5フレット、7フレットの話をしたので、この隣の音ですね、4フレットか6フレットっていうのは、あんまりこの指板上の音っていうのは、勘定してもらいたくはないんです、正直。3フレットとか。数えますと絶対間違える傾向にありますので、
でも隣ぐらいだったら、まあ、シャープフラットの問題ぐらいで済むことが多いですので、なので隣ぐらいだったらちょっとその隣から、探してもらえるといいかなと思います。例えば、A 弦の4フレットって何なのかなっていうふうに言うと、まあ、例えばこれが3フレットのが C というふうに覚えたと思いますので C シャープというのも見えてきますし、5フレットの法則から A 弦の5フレットっていうのは今 D の音だっていうのが分かったので D フラットだ、つまり A 弦4フレットは C シャープもしくは D フラットだっていうのが見えてくると思います。で、例えば6フレットに関して言うと、例えば D 弦の6フレットだったりすると5フレットと7フレットの間なので5フレットの法則で D 弦5フレットは G の音と同じなので G シャープかなというふうなのが見えてきますし、また7フレットっていうのは7フレットの法則で D 弦7フレットは A の音だっていうのが分かりますので A フラットっていうのが見えてきます。6フレットの話ですね。そうするとこれが G シャープ、6フレットは G シャープ、A フラットの音だというのが探せると思います。なのでこの辺まで来ると意外とこう7フレットぐらいまで、まだちょっと分かりえないところもありますけども、バッと広がってくるのかなと思います。そして次の法則、オクターブの法則ということになります。で、これは何かというと、とあるところから2フレット上、そしてかつ2弦上の音はオクターブで同じということになります。これどういうことかというと、例えば A 弦3フレットの C の音に人差し指を置いてもらって、基礎練習をしているフォームを作っていただくと、まあ小指の音っていうのは2フレット上になるわけですね。これをそのまま3本指だけ2弦上に上げます。この形です。よくね、出てくる形なんですけども、そしてこの時に一応お勧めしているのが中指と薬指は小指側を一緒にサポートして押さえてあげるといいと思います。この音が、オクターブでは同じになります。これはベースの指板上全てのところに有効です。高くなっていても間隔は狭くなりますけども、低くても間隔は広くなりますけども、全部オクターブの音になりますので、探す時にも有用に使えれるんじゃないかなというふうに思います。で、ここで問題です。例えば G 弦の9フレット、今まで話してないと思いますけど、G 弦の9フレットって何の音ですかというふうなことを聞きたいんですよね。何の音でしょうか。これまでの法則だったりとか何とかかんとか駆使していくと分かってくると思います。この時に絶対感情しないでください。この音は E の音です。ここですね。G 弦の9フレットです。これ、どうして E が E と分かるのかと、今さっきこれまで話したものだけで、やっていきますと、まずこの形を作ってもらいます。9フレットに小指を置いて、オクターブの形を作ってもらいます。そうすると、A 弦の7フレットが何の音かなっていうのが分かると、ここの G 弦9フレットが分かってくると思います。そうすると、この音何かなというと、今さっきの7フレットの法則で、あ、1個下の弦の開放と一緒だなと。3オクターブになりますけども、このような感じで。同じ音だというのが見えてくると思います。さらに言うと、一個隣ぐらいまでやったらいいよと今話しましたけど、E の音の隣って何だったかなというのは、例えばこの開放弦の E、そしてこの隣の1フレット、この音何でしたかと。これ F の音ですね。そうすると、今さっきの G 弦9フレットの E の音の隣、10フレットは F の音だ。というふうに見えてくると思います。そうすると結構ね、ハイポジションのところら辺まで分かってくるんじゃないかなと思います。そして4つ目の話になります。こちらは何たらの法則というふうには名前は付けてないんですけども、ちょっと小話として聞いててもらいたいんです。皆さん楽器を見ていただくとね、3、5、7、9というふうに点が打ってあると思います。ポジションマークがついてると思うんですよね。で、これって何ですかというふうなことなんですけども、まあ一応音楽的な理由もあるんですけども、まあ単純に考えてもらいたいんです。算数的に考えると何でしょうか ?3、5、7、9です。そうです。その通りです。奇数ですね。まあ、単純に、まあ、一応今回は分かりやすいように3579のマークがついてると思ってください。で、ここまで奇数で打ってきているのに、11と13には点が打ってないんですよね。これなんでだろうと思ったことある人いるんじゃないかなと思うんです。で、なんだったらそれの代わりに、12フレットに点々2つ打ってあるんですよ。これ決してね、メーカーさんが打ち間違えちゃうわけじゃないんです。で、この2つついてるってすごく偉そうじゃないですか。で、なんでなのかって言うと、これ実はめちゃくちゃ偉いんです。理由があるんですよね。で、そもそもその12フレットって何なのかというと、ちょっとここで聞いていただきたいんです。相対音感的に聞
聞いていただくとドレミファソラシドという風に聞こえたと思うんですけども、そうすると見ていただきたいのが点々2つ12フレットに来てるんですよ。つまりこれどういうことかというと、12フレットは1オクターブ上の音になっているということになります。もちろん音で言うならば、1オクターブ高い E の音、 A の音、 D の音、 G の音、つまりこれ開放弦分かってたら音が探せれるわけですよね。で、そもそもなんでこれ12フレットが1オクターブ高くなるのかっていうのも豆知識的に少し話しておきたいんですけど、そもそも弦楽器の音の高い低いというのは、2種類のことによって司って物理的に、作り出されてます。それは何かと言いますと、一つは弦の太さですね。弦が太い方が低い音が出る傾向にありますし、弦が細い方の方が高い音が出る傾向にあります。もう一つは弦の長さで音程が作られてます。具体的に言うと、開放弦を鳴らした時っていうのは、このナットからブリッジまでのここまでの音が出てると思ってください。そして押さえると、まあフレットがついている楽器だと、干渉してテコの原理で当たっているフレットからここまでの音が出てると思っていただきたいんですよね。つまり、弦が短くなればなるほど音程が高くなっていくというふうな物理的なものがあるんです。そして、さらに、この弦の長さが半分ぐらいになると、半分になると1オクターブ上がるという性質があります。さらにその半分から半分も上がると、さらに1オクターブ上がるというような感じになってます。その、ちょうど半分の位置が12フレットの位置なんです。さらに言うと、12フレットとブリッジの半分の位置が24フレットの位置になってるんですよね。このように、物理的にできてます。なので、12フレットは、オクターブ上の音になるということになります。これはね、なんとなく気がついてた方いらっしゃると思うんですけど、そっから発展してもう一つ話したいことがあります。こっから先、12、15、17、19フレットというふうに点が奇数でまた打ってありますけど、この時に、まあタブ4を使ってる人だったり、ちょっと15とか17とか書いてあると思うんですけど、最初慣れればいいですけど、ちょっとどっかはわかんないなっていう人もいると思うんですけど、これよくよくちょっと見てみてください、ご自身の楽器。この12フレットの点々2つを0と考えるなら、この後の15、17、19が、12フレットを0とするならば、3、5、7、もしくは9、その後もついてる人いらっしゃると思いますけど、24フレットまである楽器だと、3、5、7、9、そしてまた12というふうに、まあ、24フレットが鳴ってるように見えるんじゃないでしょうか。このような感じで音が探すことができます。つまりどういうことかというと、ここの3フレット、A 弦3フレットの音と、そのまま上げていくと、点が12フレットを0と考えるなら3フレットと見ることができます。これ1オクターブ上の C の音になります。つまりどういうことかというと、ローポジションをしっかり覚えていれば、こっちは3579、12フレットを0フレットと考えれば、全部同じように考えることができるんです。なので僕はローポジションで弾いているものをハイポジションで弾いてても何にも迷わないです。音の並びとかも迷わないです。新たに覚えているわけではなく、同じ頭の使い方、同じ指の使い方、まあちょっとね、幅が狭くなるので指の使うものというのは変わったりしますけど、具体的に弾いていく内容としては同じだということになります。そう考えていくと、まあ、これまでね、僕タブ譜の話、あんま好きじゃないっていうふうに話しましたけど、タブ譜で追いかけているメリットって少ないですよね。15フレットどこやったやろって間違えて、14とか16弾いちゃう可能性ってなくはないので、その時に3から3って考えたら、間違える可能性は低くなりますよね。そのような感じで利用しててもらえるといいかなと思います。そして、この後ね、ご自身で指板の音を探していくための練習の方法について少し話して終わりにしようかなと思っております。ベース。はい、どうもです。いかがでしたでしょうかね。今日はね、主にね、弾くというよりも、話中心に、やってきておりますけども、非常に重要で、使えれる内容だと思いますので、まあね、しっかりとね、反映しててもらえると嬉しいなと思います。しかしながらね、この話を聞いただけでね、パッとできるかったら、結構そういうもんでもないと思うんです。やっぱり反復練習が非常に重要になってくると思いますので、最後に、ご自身で練習してもらうために、どのような感じでやっていったらいいのかという話について、終わりにしようかなと思います。それは、指板当てクイズというのをやってもらいたいんです。で、どのようにやるかというと、まあ、これレッスンでやってる時だったりするとね、僕がこう指を指して何の音ですかっていうような感じでやってったりするんですけど、まあ、今日時間もね、結構いい時間になっちゃったので、まあ、特にやる予定はないので、ご自身でやってもらいたいんですけど、答え言ってもらう人がね、やっぱいないと不安ですよね。で、それをどうするかというと、これを使います。以前にも話しましたけど、チューナーです。で、これをチューニングをスイッチを入れて、挟んでもらったら、弾いた音が出ると思います。で、この時にベースモードとかギターモードとかっていうものでやられている方っていうのはあまり僕お勧めしてないです。
一番いいのは、そういうふうなチューナーでも C というふうなものがあると思います。クロマチックというものなんで、そういうようなあのチューナーを持っている方は C に設定してやってもらえると実音が出てきますので、それで確認してみてください。僕が持っているチューナーはそのようなモードがついてないので、全部実音でやってます。ちなみにこれおすすめしている、チューナーをおすすめしている動画もあるので、よかったら上で見ていってください。出しておきます。で、これを見ていただいて、まあ何の音かということで自問自答教えてもらうんですよね。これ前回にも話しましたけど、この時に、なんていうのか、こう、適当にやるのではなく、やっぱり法則をまず覚えていただきたいので、5フレット、7フレットあたりを特に、練習していってもらう。そして、その次に6フレットとか4フレットあたりを見ていってもらう。で、もちろんですけども、3フレットまでの音がまだ怪しいよという人は、発展しにくいと思いますので、3フレットまでの音をさらに確認してもらう。みたいな感じで、順序よくやっててもらって、オクターブの形もやって、上の方までやってもらう。で、特に12フレットより下の音ですね。を中心にしっかり練習しててもらえると、発展しやすいのかなと。今さっき言ったように、12フレットより上は同じような感じになってきますので、まずは特にね、よく使う12フレットより下のとこですね、を中心にやっててもらえるといいのかなというふうに思います。今回の内容っていうのは非常に重要です。音を覚えて分かるようになるということは、まあ、例えば、前回までに話しました基礎的な練習ですね。単純に指を動かしていくような話をしましたけど、これに、コード譜というふうなものが入ってくると、それだけで、曲になります。ちょっとだけ今日ね、例を挙げて、終わりしようかと思うんですけど、ほい、出てきました。これ僕が作った譜面で、プロミュージシャンはこのような譜面を使って、演奏してます。もちろんね、このコードというのを見ると、いろんな構成音というのが僕は分かったりとか、コードとコードをうまいことつなぐような音を使えたりするので、よりね、もっとベースらしい、ベースラインたるものは演奏できるんですけども、これだけでもね、今回の音を覚えてもらうと、ベーシックなベースラインっていうのは弾けます。基礎的な練習と合わせてですね。どんな感じなのかというと、例えばこれね、書いてあるもの、A フラットとかありますけども、単純に A フラットって音単音ではないんです。コードなんですよね。その次 F のちっちゃい M って書いてありますけども、これ F マイナーっていうコードなんですけども、今回細かい内容は覚えなくていいです。単純にこの書いてあるアルファベットを弾いていくと曲になります。例えば基礎練習やってもらってると思うんですけど、テンポ110とかで8分音符で弾いてもらうと、1、2、3、4、今9小節目のとこまで行きましたけども、このような感じで曲が成り立ってます。で、もちろん簡単な部類ではありますけど、このような感じでできている曲っていうのは非常に多いので、ここまでのね、音がしっかり覚えられて、それから基礎的な練習ができていれば、この手の曲っていうのはほぼ全て結構簡単に弾くことができますので、まあ合わせてね、練習しててもらえるといいかなと思います。そしてもちろんこれだけではなく、いろいろなリズム、複雑なリズム入ってきますので、次回ね、最後に2回分ということで、リズムに絞って、どうやってリズムをね、感じて、しっかり演奏していくといいのか、というふうなことで、2回分ということで話をしていこうかなと思います。そんな感じでね、今日はね、これにて終わりにしようかと思うんですけども、今後もね、いろいろ話していきますので、もし今日初めて、見られている方とか、チャンネル登録まだお済みでない方、いらっしゃいましたら、何卒、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただいた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いいたします。では、本日はね、これで終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。